さあ続いてはベン、ニアンです。ニアン昨年の富士で初優勝を果たしました。ニアン毎年なんかもう狂ったような走りをさっきの練習もなんかすごい暴れたニアンです。そんな想像できない顔してますからね。さあ1本目振り出していった。ウォーラーギリギリだ。飛び込んでくる。ちょっと2つ目ゾーン中は浅いか。スモーカー十分立ち上がっていく。ちょっと2度引き3度引きみたいなしちゃいましたね。2つ目のアウトゾーンでのサイドがいらなかったですね、はいはい、ここ結構あそこ踏んじゃってもよかったんじゃないですか。思った以上に飛ばなかったのかな。早くに振りすぎたのかもしれないですね。だけど踏んで旋回してもよかったですね。そうですね、持ったなかったね。さあというニアンの1本目。でもやっぱりこの上位の選手たちアウトゾーン2が得点が低くても他をアウトゾーン1とか、はい、インクリップ 1,2、はい、でポイントを入れてきてるんで、はい、やっぱりここのちょっと失敗をそこでカバーしてるような感じで入れてます。後半で、ね、クリップインクリップでカバーできるという、はい、1本目ニアは82ポイント、はい、すごいですね。この上位ランカーは上位ランカーやっぱり見せます ね。さあ1本目82ポイントニアンです。スタートをしましたニアン。加速をしていく。バッキー打ってくる。ゾーンを取っていった。そしてクリップを取っていく。これはどうなるんだよ。どうするのこれ。どうするのこれ。どうしちゃったの。どうしちゃったのみんな。ちょっと伸ばしすぎ。そうだね、伸ばしすぎ。あれをもうちょっと早くに切り上げればもうバッチリだったちょっと逆に言うと出ちゃったかなっていうぐらいだ。そうですね、そこらあれが触るぐらいだったらよかったけど完全に飛ばしちゃってるぐらいね。ね、ちょっとここでこれがね。やっぱちょっと出ちゃいましたねタイヤ。気持ちがすごいね。すごいですね。この上位の人たちのこれはすごい。どうしますよ。みんなバリのバリバリバリの。みんなバリバリバリのですよ。そういえばみんなバリバリバリのタイヤですよ、はい、ちょっと出すぎちゃったね。タイヤ1本、まあ、でもあの見ている分には楽しかったですよ。最高の走りですね。ありがとうって感じですよね。ありがとうございます本当に本当です。さあニアンのポイントがちょっと気になるところ。ニアンのマシンがパトックに戻る。90ポイント。これで90ポイントが3人目。